All right, everybody, we are back with more Steins Gate. This time we're on episode 11. But of course, if you guys are watching this over on YouTube, definitely check out the Patreon for full length access as well as early access to anything Steins Gate plus any other shows and movies that we are watching. I would love your support. But aside from that, let's stop talking and get started. 5秒でいい。Mr. Brown の注意を引きつけ、実験による衝撃が起きたことを気づかないようにしてもらいたい。わかったわかった。そうなったら色仕掛けだね。触ってみ。結構硬いから。あ、確かに。オキドキ。Let's go. Sister, go. Oh no. You couldn't distract him with that. Let's be real. Oh.Oh boy. これはまさか。What in the world? 何が？ん？まさかだ。I saw that coming. ゆえに工房が営業中でテレビがついている時間しか D メールを送れなかったか。確かに説明がつくわね。大声を出すな。頭に響く。大丈夫？Got that ass whoop.暴力に訴えるとは。まあ、自業自得とも言えるけどね。だいたい人間を36バイトなんてデータに。あ、こんな時に自慢か？あんたに自慢してどうするのよ。論文のタイトルを見て。側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析。日本語で OK だよ。要するに、人の記憶に関する論文。記憶データだけなら送ることは可能かもしれない。どこに？過去の自分によ。記憶をデータ化して D メールと同じ要領で過去に送る。過去の自分に移植するわけ。Oh my god. In other words, you go back to the past. タイムトラベルというよりはタイムリープね。計画はこれより最終段階に入る。Oh shit. 現代を司る女神。オペレーションベルダンデーの開始だ。わけわかんねえ。少しはどういうことか説明しなさいよ。お前の言うタイムリープを採用すると言っているのだ。開発にはいくつか材料が必要よ。もっとも側頭葉に蓄積されている記憶の信号を読み取ればいいだけだから空き場で揃うと思うけど、一つは電話レンジじゃ人間の記憶のデータを圧縮するには力不足の可能性が高いってこと。それとなんだ。いや、いいわ。今必要なパーツを取り出す。She's hesitant about something. 難しすぎてさっぱりです。さっきクリスティーナも言っていたではないか。今のこの自分の意識を過去に飛ばすのだ。なんかおっかなそう。Right? D メールじゃダメなのかな。D メールは不確定要素が多すぎる。たった一通のメールで予期せぬことが起きてしまう。マユシーはこうやってオカリンとお話ししてるでしょ。うん。そのマユシーが1週間前に飛んで1週間をやり直したとするでしょ。その時オカリンとお話しないように行動したらどうなっちゃうのかな。 That's a good question. I assume that you would recall マユリの中に記憶は残るが話したという事実は消える。つまりマユシーはお話ししたことを覚えてるのにオカリンは全然知らないってことになるの。そうだな。タイムマシンは破棄した？まだ使ってるよ。それでね、今度はタイムリープができるかもしれないんだ。軽々しく話すな。でも萌香さんもラボ面だよ。それはそうだが、タイムリープって何？時間跳躍を可能にする記憶の。She's like an NPC, I swear. 店長に一日それでいろって怒られちゃってさ。良い子には微妙に目の毒だぞ。毒？毒物は持ち歩かないようにしてるけど。は？それよりなんかさ、岡部凛太郎に話があるって探してたんだよ。俺に？ごめんなさい。さっきはお父さんがひどいこと
して。なえちゃん。それを言うためにわざわざ、なんとよくできた小動物。Jesus! Rude! アンズルナ、俺もミスター・ブラウンにはいつも迷惑をかけている。おあいこだ。マキセ・クリスはセルンに通じている。God damn, she just walks away. I hate that. God, nobody stays around and have a conversation. Jeez. まさかな。ヌルポ。が。お、頭なく近づくなんて反則よ。やはり書き込んでいたのはアットチャンネルか。貴様が喫水のアットチャンネルだと気づいたのは随分前だ。違う。今更隠したところで何の意味もない。うつだ。貴様は機関から送られてきたイエージェントであり、今は心を入れ替え、我が助手として働いている。One conspiracy to another. それも違う。That's not true either. 作業の方はどうなっているのだ。作業？タイムリープだ。パーツはすべて買ってきたぞ。ああ、そうよね。作るべきよね。なんだ。話しておくべきね。どうせこっちも半分はバレてるみたいだし。やっぱりここじゃ無理。あんたの顔が見えないとこにして。簡単に言うと、父に嫌われているの。Go back to the park. 憎まれてる。しかも娘じゃなく科学者として、ライバルとして。Oh, wow. 私の父は物理学者だったの。私は小さい頃から父の難しい物理学の話を聞くのが好きだった。そして自分で論文を書いたり賞をもらえるようになった。でも賞なんてどうでもよかった。私は父と議論ができるのが楽しかった。議論を深めて。でもいつしか父は私の相手をしなくなった。父の誤りを指摘し、知らずに傷つけていた。最後に会った時に父は私にこう言ったの。私を憐れんでいるのか、蔑んでいるのか、娘の分際でって。 Jeez. タイムリープできる装置を私が作ったとしたら、父は間違いなく怒り狂うと思う。それで作るのをためらっていたのか。でも心配しないで、どうせ作るから。あんたが言うように何かを見つけたら確かめずにはいられない。父がそうだったように。ならばすぐにオペレーションベルダンディに取り掛かる。もたもたしている暇はない。機関はすぐそこに迫っているのだから。結局それ当たり前だ。俺は法王院教魔、世界の構造を変革する使命がある。和解にも行く。父親は今どこにいる。青森だけど。行くとなれば資金の問題も。Remember how hostile that phone call was with him? I'll see how that goes. まさか一緒に来るつもりか。Oh God. お前には我が野望のため最高の精神状態で働いてもらわねばならん。この法王院教魔が一緒に行って。あんたってたまにいいやつだから。俺の偉大さが分かったら作業に戻れ。はいはい。言っとくけど、もう決定だから、無理やりでも連れて行くからな。望むところだ。あれ、マユリちゃん、どうしたの、こんな大荷物。オカリンとかいうのを呼んだ方がいいんじゃないの。大丈夫。もう少しなので。ここ見なさいよ。ちゃんと書いてあるでしょ、マキセって。マキセプリン、森永さんちのプリンも小岩井さんちのプリンも同じだろう。へりくつを言うな。大体マキセとは何者だ。私の名前だ。クリスティーナ・マキセか。だったら素直にクリスティーナと書いておけば。大体それ私のスプーンでしょ。勝手に使わないでよ。貴様もラボの声を勝手に使っているではないか。到着。Mom and Dad are fighting. どうしたのそれ。コスの材料とマユシーのお泊まりセットだよ。Oh. お泊まり？うん。コミマ用のコスを作るのです。本当に大丈夫なの？クリスちゃんもお泊まりでしょ？電話レンジの改良で。
そうね、そうしようかと思っていたけど、ただここに泊まると気が滅入るのよね。ほうおいなんとかさんが勝手に人のプリンを食べるから。ん、ほうおい今日まだ帰った方がいいかな。は、あ、私は泊まってもいいけど、だとしたら岡部は出てった方がいいわね。なんだって俺にとってラボは魂のセミか。出て行くなど。なぜ一緒に条件が買い出しに行くことになるのだ。また女子か。 That's not her this time. Who is it? You know too much. Oh god. These ominous ass texts. Oh my god. No answer?Oh my god! No way. Whoa! This looks crazy! Well, she's with Makise as well. Oh my god! Oh, you fucking... God!Jesus. You need to explain what the fuck is happening with you. Like, I'm getting these texts from this guy. Yappari. Soto kara pasokon access shite nani ka hen to omotte tan da kedo. Nani ka atta no? Ima koko, Seren no chūshin bu to direct de kaisen ga tsunagatte ru. Seren? System wo shōwaku shita tou no ka?まあね、キリと言いたいところだけど、実際はなんかわからないうちに繋がっていた。こっちが何もしてないのに繋がっているって、つまりセルンの方がこっちの動きに気づいて逆にアクセスしてきたってことじゃないの。 That's exactly what's happening, I think. Say something! してないはずだし、今ならこっちから LH… Do not keep this to yourself. Oh my fucking god.Oh my god. 携帯に何かあったの？何でもない。We love secrets. Oh my god, man. I guess that's just this one, the one aspect of this show. I'm just like, god damn. Okay.Because my issue is, this doesn't just involve him. This is going to pull the rest of people in with him. And they don't know what the fuck he knows because he doesn't say what the fuck is happening with him. So they think, you know, they're ahead of things. But when in reality, he's been getting contacted for a while now. Like, that last message would have sent me over to the deep end. I would have been like, okay, y'all, this is what's happening. I thought I had a handle on it. Obviously not.This is what I've been getting sent. I would have showed them every single thread, you know? But okay, we'll see how this goes. Like, Okabe, I understand, you know, wanting to protect, right? And, you know, especially the first message of him needing to be the Messiah and all that crazy, scary shit. I'm just like, I feel like this level right now would have been my breaking point. Because, like...Again, if it was just him that he had to worry about, fine. But it's not. You know, you actively have people that are in the same boat as you that don't know everything that you know. And that's crazy. But anyways, of course, if you guys are watching this over on YouTube, definitely check out the Patreon for full length access as well as early access to anything Steins Gate plus any other shows and movies that we are watching. I would love your support. But aside from that, you guys have a great day/night, and I'll see you next time.